坂井正人、ビバントは別次元で夏ドラマ、隠れ1位、争いは、松岡真由 vs 深田京子。伏線えぐい、最高の教師、と感動殺到、40分の18の熾烈バトル。夏ドラマでは、坂井正人さん、49、主演の日曜劇場、ビバント、TBSK、が別次元の人気と注目度を誇り、 社会現象を巻き起こしていますよね。リバントはよさ大きく別次元すぎる。だから同ドラマは別格扱いとして、その裏で隠れ一位とも言える。実はかなり検討しているドラマもあるんですよ。制作会社関係者。半沢直樹演出を手掛けた福沢勝夫監督59が再びタッグを組んだ。 ビバントブは、モンゴルロケを含む壮大な世界観。1話あたりの制作費1億円とも言われる映画さながらのスケール。豪華キャストの会で、多くの視聴者を魅了している。世帯視聴率や個人視聴率だけではなく、テレビ各局が重視する13から49歳のコア視聴率も他のドラマを圧倒していて、 8月20日の第6話、7日の第7話のコアも6.9%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区、と、とんでもない数字でしたからね。そんな中、検討しているのが、深田京子さん、40、と、福原遥さんを務める、18、4十二人なら夢も恋も、TBS 系、と、松岡真由さん、28、が主演。 足田真奈さん、19、ラとなった最高の教師1年後、私は生徒にされた日本テレビ系、なんです。全道。